まだタムロしに来た。心は状況じゃないのにここにタムロしに来んだ。帰れ帰れ、はよ帰れ。タムロしに来んな。ストーカー行為法違反や。つきまとい行為や。あと挑発行為、刑法、併合罪、累犯加重。警察官が認められと動画アップロードしてええって。裁判官も認めと。法廷で嘘言うたら10万円の過料か即逮捕や。もう何回も同じことしに来んな。変な癖つけすぎや。はよ帰れ。いろんな人間がここの住宅で入る人も嫉妬、地域の人間で組んで絡んできたも嫉妬。警察の入ってない家はいろんな人間で入る人の家。ここ見てみ、出て行かせと。いつまでついてくるんですか。何言うとね。帰れ言うとね。帰りますよ。住民票のある家。住民票はなぜ。どこに。ここです。なぜここの住宅に出て、あの掃除の時とか集会所に一回も出てこないんで。長く来てますよ。いつや。いつ。見えんで。若い人間なんか一回も見たことない。いや、ほとんど寝てますもん。ん？ほとんど寝てますもん。ん？ほとんど寝てますもん。何すか。家の前でごちゃ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 言われてたら鬱陶しいわな。寝られんわな。神経質なんですね。すいませんわ。謝罪は。いいっすよ。お前がや。謝罪は。ないっすよ。もうたものしませんって。謝罪は。じゃあ動画消してください。ええー、言うの。警察官が今日もらうと言うとやろ。裁判所の裁判官も認めと。やっぱりしつこいな。お前がや。何回も同じことしとん。してないっすよ。もう一回覚えと。朝なんすか。お前らが正規で嘘つくから。嘘ついてなきゃね。何言われんやろ、うん、ちゃんとはっきり言われんかったやろ。何回もそこでお前ら溜まり込んど。話しと。別に言うてそんな全然止まってないけど。ほら、下回りきらんやろ。あ、頭おかしいんじゃん。お前が自分がしてきたことや。名前は。言わんすよ。言えよ。言わん。お前に聞いとうね。うん。君のことや。うん、聞かれてんの。俺がええねん。俺が迷惑を持っとんねん。あ、そうなんですか。お前は迷惑防止条例違反しとんねん。ルール法律や。お前らみたいなのおるから世の中めちゃくちゃなっとんねん。テレビ局の報道なんか、あれ、生中継で放送なんかしてない報道ステーション。そのままや、以前の内容。うん、で、そのアナウンサーだった連中とか、会うとか言ってた連中が、絡みに来ようねん。世の中みんな身勝手なことし放題や。いいじゃないですか。僕は二十歳ぐらいの頃、1999年ぐらい、8年かそれぐらい、石油の残存量残り69年分、今も残り54年分や。今の世の中どうなってるか本当に分かってるか。急に言うには止まんぞ。誰も真面目に生きれへんかね。で、自分の名前ぐらい名乗れ。テレビ出た人間ほとんど人間偽名や。無理。お前も怪しいとしか思えへん。無理。え？無理。ん？無理。無理？なんで？え、どこの家入んねん。もう自分の家入るんやろ。帰れ。めんどくさい。何がめんどくさい？
お前はめんどくさい生き方しろねん。いちいちたもろせんかったらええねん。人の家お前めんどくさい生き方するのも言え。何回も何回も迷惑かけといて自分から謝らへんからそこで決着や。話してんねん迷惑やん。え？もう自分も迷惑なことしてるくせに身を引きなこと言えろ。どんなこと言ってみ。いや言ってくれたえ。言いたいこと言ってくれたえ。それを家の前でたもろして言い始めたのはお前やろ。一番最初のこと自分で覚えてるか。上の方も同じや。自分が一番最初に言い始めたこと忘れと。輸入が止まったら食料品なんかなるばんぞ。スーパーマーケットにガスなんか残り49年分や。石油の揮発したものが7割の天然ガスや。死ぬぞ全員。死んだらええよ。逃げ死ぬために生きてるよ。違うよ。何？人によって意見違うよ。それ君の意見や。それはお前の意見や。よし。自分の名前すら名乗らないような人間の、そんなめちゃくちゃな言い方しとったら、自分で自分がめちゃくちゃな人間になるぞ。人間死ぬために生きてるのに、なんでそんなことしていいっすよ。おかしいの。人間いつか死ぬで、勝手に。勝手にじゃない。勝手に。寿命や。交通事故で死ぬ人もおるかもしれんけど、お前ずっと言い訳探しとるだけや。部長よ。お前の生き方と考え方や。おかしなっとるからや。人の家の前でたむろしてごちゃ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 言うとるからや。これを全部自分の家だと。違うって、俺の家と違うって。公営住宅や。210号室や。210。うん、淡い警察が住んでるのは、そこに住民票も登録しと、政府の公式な資料、それだけや。はいはい、分かるよな、うん。昔も同じ会話しとんねん。覚えてる？本気で忘れておう。いやもうあなたの顔なんかもう興味ないんで全然覚えてないっすね。買い物行き帰りで絡んできてる人間はものすごい多い。一日で何十人で俺絡まれてる。でそいつらにもエネルギーの残存量問題とか話しとるけども、誰も真面目に話聞いてくれる人間は俺。公務員自体でもエネルギーの残存量まで石油とかガスのロシアなんかも1万5000メートルもんでそこまで掘ってくれと。そうなんですか。僕ら探すね。本当に限界あるって。真面目に考えてくれる人間おらんようになったら無理や。真面目に考えていいやん。人間おるから。俺は考えと。人間おるから俺は。こんなさ世界がさおかしくなっちゃう。人間死んだらよ。俺全然おらんなっていい。俺は意見違う。俺はその前に家の前でごちゃごちゃ絡みに来る連中は鬱陶しいね。あそう。うん。一回手出しと。殴っと。あそうですか。当たり前や。無罪放免。正当防衛がなくなる。ルール法律で民法720条に正当防衛がある。刑法でもある。で、それは。バーンって出して、自分かっこええとか思ってる。違う違う。俺も殴られとうねん。違う、先に殴られとうねん、相手が。両顎殴られて、真面目に聞いてな。真面目に聞いてないですよ、だって興味ないもん。両顎殴られて、骨折されて、骨折させられて、歯を。痛そう、かわいそう。そうなんですか。ないやろ、今。うわ、歯ないやん、すごい。そいつが、警察官で、元警察官が一回警察官辞めた人間で、それオートバックスの横や。で、その後、神戸大学附属病院に搬送されて、俺もまだ童貞や。で、強制わいせつや。ずっと狙われと。政府上層部と関わって有名になったこれや。これがこの世の現実や。で、その後、有馬警察の生活安全課の警察官についたやつが、その殴ってきた平田っていう人間や。これぐらい世の中めちゃくちゃ。売春防止法ができなかったの1956年。最初から警察官も、行政の人間も、議員も、検察庁も、裁判官も、めちゃくちゃな人間がいっぱいあった。お前もいつ襲われるかわからないんて、本当に。頭悪いんで、何も入ってこないですね。本当に覚えといた方がええよ。いやー、覚える気ないし。自分で身を守るのは自分だけや。だからもうこういうふうなところまで、もうその辺で、まともな警察官の人との間では、もう撮影してええっていうことになった。これは現実よ。もうここ来んなよ。僕ここの家なんですけどね。何号室？言ってみん。だから身分証明書とか開示せえへんかったら、それ証明できんから何の意味もないって。口だけで言うぐらいだったら、人間誰とでも言う。誰でも何とでも嘘言う。の単位のあんたに言わないとあかんの。なんで身分証開示せえへんの？
個人情報やから。個人情報方法で自分のしてる悪さを隠蔽する人間は隠蔽や。あ、そうなんですか。ルール法律の意味間違いだもんね、お前ら。僕、不審者に関わったらあかんって言われてるんですよ、親に。お前や、不審者。僕の親はもう正義。名前言ってみ、名前言ってみ。言わないよ、だってお前や、不審者。名前言ってんよ。不審者に名前言ったらあかんって言われてるの。俺は淡井圭介や。お口チャック、お口チャックは君の方や。大体自分で自分のことを言い始める。わかった、もうここ来んなよ。返事せえへんからまた来て嫌がらせしたろうって思ってる。受け答えでわかるから。あと二人で来んなって。一人でおるよ。2対1の時点で男として卑怯だと思わへんか。自分は同じことされたらどう思う。じゃあどう思わせる。本当に、うん、俺もその後そいつがどうなってるのか分かれへん。興味はまだ、あんまり興味ないって言ってるんですよ。脅してるんちゃうから。脅しとかも興味ないし。もうこの辺でも変なやつが多い。こうやってすぐにね、いうやつら。ああ、神戸三三一圧力を感じ、あの BMW でもいろんな人間乗りましょう。神戸230-4487タあれも同じ。お前らみたいに自分のこと正々堂々と名乗って。名乗ってないやん俺。いや違う、何言ってないよ。え、あ、頭おかしい。お前やばい、やばいやばい、頭おかしい。ああ、おもろ。一言間違えただけで、つぎ込むやつはつぎ込む方や。